方も電話かけてもらえる今。お疲れ様です。ご無沙汰しております。2ヶ月ぐらいじゃないですか。もうちょっと緊張しますよ。緊張する。僕太りました。結構真面目に悩んでます。はい。僕らも社員旅行明けなんで、それでもう食べてきちゃったってやつ。いや、まあそうっすね。僕らが北海道。北海道。僕沖縄っすね。真逆なんですよ。真逆です。真逆なんですよ。行ったっていうよりも帰ったみたいな。てか、まあ地元っすもんね。確かに。そうっすね。今でも海鮮とかいっぱい美味しい。使わないっすからね。一回もう、バカちぎれちゃって、多分それも動画で出させていただいて、いただいたんですけど、もう育毛剤塗りまくってもう無理やり生やしたんで、今ようやくハイと戻ることできました。これからだよな、僕の誕生日に。よし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 。見てください、はい、はい、この中、これの中身は何でしょうか。お氷結。あ、氷結。お酒は何ですか。ボッカ。ボッカ。はい、ということはです、ボッカ。なんかボッカの卵が欲しいとか言っちゃうんですよ。あー、なるほどね。もう我慢できない。自慢したい、みんなに。僕らの卵。温めてるから。卵。ふかさせてるの。あったかい。18度出しますけど、たまにミスっちゃうんですよ、国。あ、なるほど。おちゃめ。たまになんか寝て起きたら日付変更する逆側行きます。あー、おちゃめ。そういう時もある。そう、なんか生まれつきなんだよ、ね、確かに。だからライトマンがちょっと時差ボケでライトマン編集できなくなったって言うね。その時時差ボケって言うわ。時差ボケってたわって言うから。絶対気になってる、大丈夫。あ、いいや、もう来たらあの子か。結局どっちがいいっすか。あの、最高。また来ました。またいいんすか、本当に出て大丈夫なんすか。そんなんかいも例の、すいません、なんかちょっと厄介な子を抱えてて大変。鬼電よね。鬼電ヘルプとかついててもずっと電話かかってきて、ずっと鳴ってるっすね。10分に1回ぐらい電話かかってくるとかあるんすよ。そうですよ、ね、多分他のお姫から急に電話かかってきたりとかした時に対応できなくなるんで、通知オフとかもできないんで。でもそれでもちゃんと対応してるレイジさん優しいなと思うんすね。じゃあ優しいんすよ、兄貴は。優しいんすよ。あ、前来た人。あ、そうですそうです、うん、さっきもね。あ、そうか、もう行ってんのか。えらい聞いたの。そうそう、この前来ました。いやいや、もう来ない、全然来ないけど、全然来ないのに、しかもカマチョすぎて、そう、メーヘラカマしてくるんだ。たった1回だよ、来たの。たった1回だけど、ずうずうしいっていうか。いや、すごいのが、レイジさんがちゃんと対応してるのが人の優しさ出てるから。確かに。会ったりしてるわけでもないけど、はい、刺激でね、めっちゃ俺のこと好きすぎて。あ、はい、すごい。来たね。今日だよ、うん、もう、切ろうかなって思って。この仕事中もバンバンかけたいですよね。いや、マジで、ね、あんまこんなこと言えないけど、非常にムカつくよね。電話だけ行きたい。仕事は行ってらっしゃい。はい、行ってらっしゃいませ。はい、どう、行ってらっしゃいませ。もしもし。レイジ君。はい。何
何？うん。嘘やめてほしいわ、そういうのは。もういいって。じゃあマジでいいって、そういうのも本当に。いや、じゃあマジで営業中だから、そういうの来ないでしょ、そもそも。うん、毎回毎回そうやって言ってんじゃん。うん、いいって。もうだから電話かけてこないで、今で営業終わってから連絡するわ、普通に。うん、ちょっと営業終わったから連絡するわね。うん、ちょっと行ってくるわ。ああ、あの子っすか。そう、いやでもちょっとこれガチだったら危ないしな、普通に考えて。危なかったっす。うん、頑張って行ってください。待ってます。行ってくるわ。それに比例するような、まあなんか貢献もできないのかなって。出禁をなんかまだ1回しかしてない。1回しか出禁する、はい、するまでもない気づいてね。そうそう、ちょ、僕としてもちょっと、はい、これ以上自分に負担はかけないように、うん、だし、ちょ、正直仕事中にね、めっちゃ迷惑かかると普通に分かってて欲しいなって思います。なんかあの、迷惑行為やし、単純に新しい端末作って借りてきたらどうする？いや、言えます結構恐ろしくないですか？なかなか知った時は知らなくて、たまに聞くからね。いやー、ヤバめの音質はあるよ。やっぱ歌舞伎町って感じっすね。いや、歌舞伎っすね。歌舞伎っすね。まあでも、やっぱりいい勉強になりましたよ。こういう、まあ、出会いもあるじゃないですか、歌舞伎町いたら。そうっすね、はい、はい、僕は一つまた経験したっていうか、まあ一人経験したんで、みんなも多分、皆さんもそういう出会いだと思う。まあ好きでいてくれてるのは嬉しいことだけど、ホストとしてはまあ成り立ってないんで、はい、
そこまた考え直して僕も頑張ろうと思います、もっと、はい。お疲れっす。いや、お疲れ様です。お疲れ様です。